ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回はありえない奇跡の併合時代シリーズ、朝鮮は、実は奇跡の地です。それではタイムスリップ。日本が韓国に何かしたとしよう。それが韓国のためになると思って。しかし韓国は日本がしたことを批判する。それが分かっているから日本が何もしないとしよう。すると韓国は何もしてくれない日本を批判する。これが朝鮮の民族主義だ。自分たちの都合のいいように全て解釈する。相手のことを考えていない。韓国併合時代もこれと同じだった。世界の植民地支配の実態は散々なもの。例えばベルギーと。その植民地コンゴで言うと、ベルギー人は、コムと象牙を集めるために、住民に過酷なノルマを課し、それを守れなかった場合、住民の手足を切断し、村を焼き打ちにするという、むごいものだった。1885年に人口、2000万から3000万人だったが、1911年では、なんと850万人まで激減していたと、今日からびっくり。では韓国併合はどうだったか。岸朝鮮の人口は500万から700万と言われていた。それが併合後1910年で、1331万3017人。倍ですか。それも増加。1923年では1722万6761人と増加しまくり。これはどういうことか。併合が悔しくて違う方向に力が入って人口増加したのか。増えすぎやろ。それでも、もし日本が悪政を行っていたとすれば、民族主義者の支持者もいただろう。しかし現実はそうではない。岸朝鮮の悪政を日本が救ったというのが歴史的事実。なぜこんなに増加したかというと、末立朝鮮時代。では女性は戸籍管理されていなかったのね。そっからして、もう数がおかしいわけ。それに地方管理、役人が。例えば、500人村人がいたとしても、400人と政府に報告しているのよ。差分の100人は。というと、その税金を役人が搾取するという政治的な仕組みになっていた。これが李朝鮮の実態だったの。李朝鮮の悪政については、別コンテンツ用意しているからそっち見てね。イギリス、フランス、ロシアなど李朝鮮に常駐していた各国政府の公使館は、この実態を把握していた。なので、朝鮮人が当時の国際社会で認められるわけがなかったのよ。民族主義者は、自分たちが独立して自治政府。思った方がうまくいくと、なぜか信じているみたいだけど、植民地だった方が幸せっていうケースもある。特に朝鮮は植民地などではなかった。日本は、朝鮮を経済的資源とすることに決めていた。近代化させ、朝鮮情勢の安定化を図ってた。ロシアに侵略されないためにね。その結果、世界で類を見ない経済発展を遂げた奇跡の地となったのよ。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。